トリエント公会議トリエント公会議は教皇パウルス3世によって1545年3月15日にトリエントで召集され1563年12月4日にピウス四世の下で第25総会を最後に終了したカトリック教会の公会議トリエント公会議とも諸事情により多くの会議が断続的に行われたがプロテスタントの宗教改革に対する カトリック教会の姿勢を明確にし、対抗宗教改革といわれるカトリック教会の刷新と自己改革の原動力となった。宗教改革運動の立役者であるマルティン・ルターは、決して最初から新しい教会を作ろうとしていたわけではなく、カトリック教会の自己改革をしきりに呼びかけていた。その中で彼は、公会議の開催をも要求していた。しかし15世紀は、 公会議主義と教皇主義説のせめぎ合いの時代であり、一度は公会議主義が勝利を収めたかにも見えた時期もあった。このため、教皇側は公会議を棄権し、開催に対しては過度に慎重になっていた。しかし、カトリック教会内部の停滞と宗教改革運動の高まりの中で、事態の緊急性を認識した教皇パウルス3世は、 神聖ローマ皇帝カール五世の協力の申し出もあって、公会議の開催を決断。はじめは、イタリアのマントバを開催地として選んだが、フランスの反対によって挫折したため、神聖ローマ帝国領の自由都市トレントを改めて開催地とした。こうして1545年3月15日に公会議が始められた。 1547年まで続けられた最初の会期は伝染病の流行によって中断された。1551年に教皇ユリウス三世により第二会期が始められたが、翌1552年にザクセンセン抵抗モウリッツがカール五世に勝利したことから会議の安全が危惧されて中断した。10年間という長い中断を挟み、1562年に 教皇ピュース4世の努力によって、ようやく第三回期が開始された。この回期では、ジョバンニモローネ数期教の主導のもとに主に、カトリック教会の改革、秘跡や聖殿の扱いが中心になって討議され、1563年に、ようやく予定されたほとんどの議題を討議して、公会議が終了した。参加者は回期によって変動があるが、最終的に発表された。 公会議文書に署名しているのは255人である。内訳は4人の教皇施設、2人の数奇教、3人の総大司教、25人の大司教、168人の司教であり、全体の3分の2はイタリア出身であった。なお、スペインからはサラマン科学派の進学者であるビトリアソトカノラが代表団に選ばれ、理論面において、 カトリック勢力の立て直しに尽力した。もともとは、カール5世の意図したことだが、公会議の初期の狙いは、プロテスタントとの決定的な分裂を回避し、妥協点を乱すことであった。実際に、第2回期では、プロテスタントの代表者に、道中の安全を保障した上で、オブザーバーとして、会議に参加することを呼びかけている。最終的にその意図は断念され、カトリック教会が、 自らの教義を再確認することで変えって、プロテスタント陣営の主張との違いを際立たせることになり、プロテスタント側への求断に至った。そこで、会議の主な議題は次の二つに絞られていった。第一はカトリック教会の教義の再確認とそれに、伴うプロテスタント側の主張の排斥。第二は、教会の自己改革である。公会議は、多くの議題について、 決議を行った。はじめに、カトリック教会の教義を再確認する意味で、ニカイア・コンスタンティノポリス信条が再確認され、ルターが聖書から省いた第二聖典が聖典たることが正式に認められた。そして、聖書の実というルターの主張を知りける形で聖書と聖伝が教えのよりどころであること、ウルガータワ家がカトリック教会の唯一の公式聖書たることを決議した。 また当時最も重要な議論となっていた、義歌の問題についても、救いは恩寵の身によると主張するプロテスタントに対し、恩寵が義歌の根本であることを認めながらも、人間の共同にも意味を認めた。また、プロテスタントと見解をことにすることになった七つの、筆跡についても改めて詳細に議論され、すべての筆跡について、改めて聖書における根拠を主張して有効とした。 特に生体の秘石の重要性を主張し、性変化によって、パンとワインがキリストの体と地になることを確認した。許しの秘石、除海の秘石、婚姻の秘石などについても再検討され、はっきりとした形がここに示されることになった。また、教会改革に関連して、司教の定住、司祭の養成機構の充実など聖職者の世俗化を、 防止する対策が決定され、職有上の販売や金銭による取引を禁止しつつも依然、職有の意義は保たれること、成人や聖遺物の数計、煉獄や諸聖人の通りがいといった教会の伝統に由来する協議が依然有効なものであることを認めた。会期の中で、禁書目録の制定も意図されたが、教皇に判断に一任されることになった。また、カテキズム書、 政務日課、ミサテン書及び、ブルガータ約聖書の改定も、教皇の判断に任された。閉会にあたって、公会議は、すべての協領に対しての教皇の承認を要請し、教皇はこれを認めて、全世界の教会に対して受け入れるべきものとして、布告した。教皇はさらに決議事項の円滑な実現のための、数期教員委員会を任命した。彼らは、 公会議文書をラテン語で出版し、司教団を通してヨーロッパ各国に公会議文書を配布し、各国語に翻訳された。自らの協議を再確認し、カトリック教会からすべての汚れを洗い流そうとしたトレント公会議は20世紀の第二バチカン公会議に至るまで、カトリック教会の方向性に大きな影響を与え続けた重要な会議となった。次に、 公会議が行われるのは実に300年後のことになる。ありがとうございます。